これね、足の反射区なんですけど、はい、これ東洋医学でいつもこの頭というのは大脳とか小脳とか言われてる。でもこれ科学的に証明されてない、うん、でもこの昔から何千年も前からこんなふうに言われてる、はい、だから脳下垂体とか消化体とかありますけど、はいはい、頭部にここは刺激入るんですよ、だから今、血管だけで刺激入る、あったかくなります。ちょっとしか歩いてないのに。そうでしょ。そしたらね、脂肪の代謝にしても、はい、ホルモンの代謝にしても、卵巣ホルモンの代謝にしても、甲状腺のホルモンの代謝にしても、脂肪の代謝にしても、はい、熱交換も何もかも全部脳がコントロールしてるんですよ。そう分かりますやろ、はい、その脳が活性化したら、変わるんですよ。うん、変わったんですよ、ね、はい。だから、その脳を活性化するための親指の使い方なんです。うんうんこの使い方って、これ私が特別に教えてますけど、はい、これ異常なやり方じゃないんですよ、うん、なぜって言ったら、昔の日本人は下駄とか草履とか和田字とか履いてましたけど、それを履いて歩いたらこうなるんですよ、うん、鼻をつまんで歩いてるんですよ、鼻をつまんで、こうやって鼻をつまんでなかったらパーンと抜けてしまいますよ、そうですね、だから普通は昔の人はこの鼻を緩んでくるからちょっとこうやってつまんどったの、うん、そしたら絶対抜けないんですよ、だからこうつまんだままで絶対歩く癖があるんですよ、うんそのような形です。